本日は6月の13日、6時半ですね。少し出るのが遅くなりましたが、今、和賀島の、横の方で第一報を流しています、この下、和賀島の、ゴルフ大使がいっぱい行ってますね。今日は天気がいいんで下がはっきり、見えます。もうこのひじきも最後ですね。で来週ぐらいには全部流されてしまうので、今日はやはり北風がね寒いんで、今10度まで行ってないぐらい、7、8度じゃないかな。まあ空はこの青空がこっちに広がっていますし、雲一つありませんね。空はこうはっきり見えちゃってるね。しかし、あそこに風がいる。しかし貝がいないよね。岩には全然貝が付着していない。昔はもう、知ったかとか、それから上の方にはタマなんていうのいっぱい付着してたんですが、ほとんどいませんね。これ仕分けしてるな。魚、まあ、ここに、小さい小さいシラスが、分離してますね、こういう感じですね、あちらの方が江ノ島、それから富士山ですが、富士山も今日は少し霞んでますね、この辺りが魚が産卵する場所だからね。魚の産卵する場所の藻がどんどんなくなっていってるということですね。貝がいない、水だけだ。普通、その潮が引くと砂の中に貝も、潜るんですが、こうやって水の中ではだいたい上の方に、あそこに下が一つ入れます。樹脂の上の方に貝が全く落ちてないな。これが珍しいからね。はい、これから